しゃいませ。どうぞ。お上がりください。新居です。チエとマオの新居です。ようこそ。ではご紹介しますね。じゃあこちらのメインのお部屋から、はい、こちらがリビング&キッチンですね。はい、こちらはもう夜ご飯にしたので、ちょっとサウナしたいんですけど、次は違うです、ね、おすすめパンチです、はい、こんな感じで、あ、めっちゃいいソファーで、外もゴルフ場が見えて、見てください、見てください、こっち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 、すごい、見て、めっちゃ広い、外がこんな感じで、ここでもおしゃべりできますね、はい、多分夜星がめっちゃ綺麗だと思うので、それをね見せようね、うん、星見る系だもん、星見る系女子、うん、はい、こんな感じですね、こんな感じです。続きまして、ベッドがね、こっちの部屋に2つと、こっちの部屋に2つと、鏡いっぱいあるね、ね、いっぱいあります、鏡もある、こんな感じで、はい、ってこういうもんなんですよ。こんな感じですね。で、次は、うちシャワールームです。めっちゃ広いね。広い。シャワールームです。こんな感じですね。はい。で、次が、まあ、こっちがキッチンもあるし、はい、こんな感じです。次、こっちが A の部屋でした。次が B の部屋です。これさ、できるくない、格付け、あ、ちょっと分かった分かった分かった、どっちが正解か、そう、正解かみたいな、こっちが第2段目のベッドシルームです、寝室です、あそこテラスが、え、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん、ね、テラス、こういうテラスいいよね、え、めっちゃいい、こういうテラスいいわ、なんかアメリカンだね、うんうん、確かに、こっちにもシャワールーム、あ、そうそう、こっちにもある、広い、本当に広いね、シャワールームです、はい、綺麗ですね、綺麗ですね、今日どこに寝よっか、え、どこで寝る、ね、どこに寝よっか、ね、こっちにしようか、あっちにしようかな、どっちにする、どっちで寝たい以上、マーチエの新居でした、全然違うけどはい、始まりました。夜ご飯タイム。浴衣に着替えて、今日はこんな感じのバーベキュー。室内バーベキュー。これが野菜セット。こんな感じですね。これがハンバーガーセットと焼肉お肉。これがてっちゃん。バナナマシュマロ。あとなんだろう、ね。楽しみ。ジャガバターとかできそう。できそうだね。ね、美味しそう、こんな感じで作っていきたいと思います、楽しみ、ね、あ、いい感じがいい、いいね、塩コショウ、これはいろんな肉焼く、うん、鶏は、鶏はですね、ハーブ、皮の方を、皮の方をじっくり火を通してください、はい、皮の方を転がしながら表面がパリッパリになるまで焼いてください。なるほど。転がしながらってことはちょっとカットするやね。ちょっと待って、ね。確かに。大きい。ちょっと切るわ。料理のセリフ。ふうだけで。肉肉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 食べんよ。乾杯もまだしてない。ね。めっちゃハーブのいい香りする。そのね、このハーブが超香りを出してくれております。イエイ。ね、私はミオ、ね、松竹梅、全部ゆかちゃんはセリナ、セリナブルー、イエーイ、今年も1年持ち帰りまだ苦手ですね、これからもよろしくお願いします、乾杯、乾杯、乾杯、イエーイ、美味しい、久しぶりに飲んだ、うまっ、美味しい、いただきます、やばい、いただきます、
うん、本当、うん、本当に、まず好きなタイミング食べよう、これありがとう、なんか美味しい、うん、めっちゃできなかったら本当に食べる、うん、美味しい鶏、うん、痛い子気持ったじゃん、マリアのお姉ちゃん大丈夫でお姉ちゃんがいい子な、いい子にこの感じ、そうなのかな結構なフォローしてた、ね、お兄ちゃんかなそうだね、うまっ、美味しいよね、これ美味しい、お、焼きおにぎり来ました、ありがとう、あ、すごい、焼く焼く焼く、あ、ちょ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 出ていい、うん、2本だからさ、割って食べよう、うん、ありがとう、うん、ねえ、今日ゆうかちゃん連れてきたのマジナイスな選択だと思う、本当、ありがとう、これ、2人でさ、バーベキュー絶対できてない、うん、肉が端っこ美味しそう、はい、ということで煙元気はい、ゆっくりしたで、はい、お肉はなんかね、食べて美味しかったね、美味しかった、めちゃうまかった、鶏肉も結構美味しかった、ね、パリパリしてて、で、さっきね、まるまるイレブンで明太子とか買ってきて、じゃがいもがあったけん、じゃがいもと明太子にバターをのせて、で、醤油かけて、じゃがバター明太子醤油にして食べました、めちゃ美味しいね、おすすめです、ぜひやってみてください、結構みんなやったことあると思う。で、今からハンバーグを焼きます。作っていきたいと思います。ハンバーガー。ハンバーガー。かっこよく言って。ハンバーガー50点ぐらい。恋愛感が、あとのスイーツタイムのお楽しみ。そうね、甘々タイムで。今日のゴルフの反省してみた。反省。反省っていう、まずあれやね。1個目ぐらいの最初の動画のめっちゃ叩いたわ、うん、僕なんかグリーンが結構難しかった、うん、コースもなんか狭くって、うん、なんか分かんないと難しいかもしれない、うんうんうん、ちょっと攻略練った方がいい、うんうん、確かに池もさ結構あって、うんうんうん、狭いしバンカーもいっぱいあるし、確かに面白かったですけど、でもまた来たいって思った、そうだね、うん、リベンジ、このね、でもさ、後半のさ、17番、うん、完璧なショットしてたじゃん、パー3やろ、そう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 、確かにあそこ、あそこ今日1でしたね、お、いい、めっちゃいいよ、めちゃくちゃいい、いいいいいい、寄ってる寄ってる、これは近い、いい跳ね方した、おお、まだ動き天才ですか、イエーイ、おお、これはやばい、これはすごい、ゆうかちゃんが入れてナイスバーディー、ちえちゃんは全てのショットが完璧でした、そんなことありませんね、ドライバーも同じ完璧じゃない、ゆうちゃんでも今日バーディーパス入れないのがボンちゃんと違います、なんかあそこでピン抜いとけば入っとったな一番最初、あれもう入ったと思って10番ホールかな、うまっと思ったの、そう絶対入ったと思ったの、ね、最初、うまい、うまい、来た、うわー、うっそピン、ピンピン、めっちゃうまかったあれはって思ってね、えちゃんとラインを読めて、ね、そう見せてくれるちえちゃんも天才だけど、ありがとう、いいいい感じにハンバーグ
いい匂いするね。ゆかちゃんも映してこう。バーッ。一緒行く。いや、美味しそう。あっち、あっち、あっち、あっちよ。今のあっちも取れた、ちゃんと。たかたんたんたーん、できましたー。イエーイ、ハンバーグ。おちえちゃん見える、こんぐらいかな、良さそう、めっちゃうまそう。ハンバーグ食べてみる。こっちが、こっちがケチャップで、こっちがサルサソースでーす。イエーイ、一通り終わったので。すごいね、めっちゃ豪華なハンバーガー、ね、食べてみる。うん、食べてみよう。いただきたいと思います。熱々、すごいね、大きいね。大きいね。ね、え、めっちゃ美味しい。うん、うん、うまっ。サクサク、玉ねぎも甘い。うん、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 面白い。うん、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 以上、ハンバーガーレポでした。ハンバーガー。はい、ということで、イエーイ、お肉は焼き終わって、これからスイーツタイム。イエーイ、イエーイ。今バナナ焼いてます、はい、バナナ&マシュマロで締めていきたいと思います。マシュ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 、やっぱり女子トークかな。そうだね。女子トークなんかあるの。前回も話したもんね、なんか。そうだね、なんだ、じゃあ今日はディープな感じ。ディープなね、電気でも暗くする。バナナの焼き具合も感覚バナナの感覚ないよ。初めてだからね。初めてだからバナナ行くの。大丈夫、初めてなの。どんな気持ち、初めてって。なんか、うん、ねえ、難しい。初めてこれがマジなのせいで難しくなるよ。何言ってもダメな気がするもん、バナナ。バナナ焦げてきた。ね、いい感じじゃない。高さにします。あ、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。バナナって跳ねるんでね、落ち着いて。バナナ落ち着き。めっちゃ美味しそうね。うん、なんかさ、キャラ、こう砂糖とかあったら美味しそうじゃない。なんかね、焦げ上にマシュマロ乗せる。あ、だけあれか。え、いいね、もう乗せる。あ、違うの、なんかね、マシュマロも焼くって書いてるよ。マシュマロすぐ溶けちゃうらしい。あ、そうね。じゃあ、もういいじゃない。え、焼いとくか。いいよ。マシュマロも乗せていきます。注意してください。はい、初デートはどこに来たんですか。あ、初デートね、いいね。初デートか。でもさ、初デート大事じゃない。だってさ、ま、そんなに相手のこと知らんし、よく話せんよ、ね、緊張して。でもご飯とか飲みとか行きたい。あ、確かに、そっちの飲み行ったり、ご飯行ったりが、夜ご飯とか、うん、ランチでも確かに。今の顔すごく、初デートでそれ女の子に行ってほしい。マシュマロ禁止だ。え、もう映画とかもさ、無理ないよ、うん、映画無理じゃん。でもさ、なんか映画だとどの映画にしよう、ジャンルとかなんか悩んじゃう、多分。しかもさ、シーンとしとるところでさ、まあめっちゃ緊張し、一回なんか初デートで、前中学校ってめっちゃ難しいバナナ。あ、熱くない、熱くない、結構強くない。中学生行った時どうしたの。時映画行って、もう緊張しすぎて、唾飲み込みすぎて、むせた。映画館それは恥ずかしい、結構。ポップコーンとかもね、音鳴るけんちょっと恥ずかしいなってなるから。確かに飲みとかも、そうだね、この年になるともう飲みとかがいい、ね、飲みがいいかも。なんかさ、うん、フランクだし、なんか、うんうん、確かになんか打ち解けられるし、なんか、うん、本性わかる感じする。確かに、ブヨブヨだね。もういいんじゃない。え、すごい美味しそう、はい、すごい熱いよ、マシュマロ絶対。え、美味しい、マジ、うん、やばい。なんかマシュマロ結構周りサクサクと美味しいです。
なかなかないこんなに恋愛トーク進まない人たち。やっぱり告白される時のシチュエーション。いろいろ。それはあ、どこも使えるし実際にやれと。シチュエーションやね。後でじゃあ、実践してみよう。いや、後ほど。そんなに告白にこだわりないかもしれない。じゃあプロポーズ。急に飛び出した。結婚願望。結婚願望ある。へえ。何歳ぐらい？28から30の間。2回目。それママちゃんと恋愛とか話しても進まんっていうのも。バナナの方が重要らしい。でももうすぐそう考えたら、ね、今年20、まあ6か、今年27。でも30って考えたらまだ余裕あるかな。3年、子供何人欲しい？子供は今家が4人、兄弟が4人兄弟やから、まあそんぐらい、3か3人ぐらい。あ、女の子、男の子？女、男、あ、でもな、男、女、うん、女、男、あ、まおちゃんちってそう、男、女、女、女、なんかお兄ちゃんおったらね、引っ張ってくれそうな感じするけど、引っ張ってくれてる。まあ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 、まあ、お兄ちゃん見たら悲しいんだよ、これ。まあいい、いいお兄ちゃんですね。面白い、なんか話会ったことないけど話聞いてるとめっちゃ面白そう。めっちゃおもろいね。面白そうだな。めっちゃぶっ飛んどる。面白いです。え、ちえちゃんは子供？え、欲しいけど2人か3人か。確かに。みたいな感じです。こんな感じで恋愛トークするの薄。皆さんなんかまだまだなんかこれからね、ちえまおちえまおでこういうゴルフ YouTube あると思うので、質問などあればどしどしお待ちしております。ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。あ、違う違う。おまけの尺もあるね。お待ちよ。バイバイ。美味しかったバナナマシュマロ、ね、皆さんもぜひしてみてください。はい、ご飯を食べて、はい、今ソファーでゆっくりしてるんですけど、ちょっと今から告白っていうのをテーマ、告白で YouTube を撮っていきたいと思います。まおちゃんのされたい理想の告白と、OK、家の中で、とりあえずこのソファーを、まあ、2人きりでいるっていう設定で始めていきたいと思います。女子男子、はい、初めてのお家に連れ込んだ男。違う、まおちゃん。まおマオとマオ、マオとマオ。よーい。ドキドキ。今日一日、俺の買い物に付き合ってくれてありがとな。うん、楽しかった。ね、よかった。あすこ楽しかったろ？まあ動物園行ったよ。行ったね。動物園ね。何の動物一番好きやったの？あの、恐竜よかった。恐竜？テラノサウルス可愛かった。確かにな。テラノサウルスね、なんかおったね。すごかったよね、迫力がやっぱり。やっぱテラノだけあるよね。その後ね、よく歩いて、足疲れてない？あ、大丈夫。大丈夫。なんか、魔王が結構面白い。やっぱね。ありがとう。千恵子がこんな。飲み込んだ。楽しんでくれたんだ。よかった。ありがとう。ところで千恵子ってさ、今好きな人とかおる？あ、いるんだ。いるよ。そっか。魔王は？
魔王はチーコが好きだ。私もたくさんおんぶしてくれる魔王が好き。以上です。何これ、控えめに言って魔王ちゃんの理想の他これらしいですけど、チーコになるかもしれない。独特な理想の告白だね。まあ直球がいいですね。ちゃんとね、まあ、マオコだったんだけど、ね、名前があって変わっちゃった。なんだ、寺のさ、そのチェーンのライオン、ティナのね。大丈夫かな、多分カットされそう。カットしてください。これは全然専用です、編集者専用のようです。ありがとうございます。いつもビデオメッセージが。ありがとうございます。